皆さんこんにちは、たこもりです。のってんです。今回はカリスマブラザーズの皆さんに来ていただきました。どうもカリスマブラザーズのチョイスです。今回はフロアイズラバというチャレンジをやっていきたいと思います。イエーイ。はい、後ろにある青いマット、こちらマグマになります。いやマグマなんですよ。出演させてもらってたあれですけど何言ってんすか。はい、こちらのマグマに落ちないようにいろいろなゲームをしていくという企画になっております。こんなとこまでね呼ばれて下マグマですよ。マグマ、しかも一発目っていう。マグマに落ちてしまうと溶けてしまうので気をつけてください。小学校の頃やった、そういうの。確かに横断歩道白いとこだけ。あー、あるある。はい、ということで今回は2つの競技をやっていきたいと思います。1つ目がビーチフラッグ、2つ目が鬼ごっこですね。マジビーチフラッグも何もマグマや。はい、ということで早速では1つ目ビーチフラッグからやっていきましょう。よし。はい、ここのマグラもかいくぐって奥にある帽子を先に取った人の勝ちとなります。1回戦目、次郎さん対高森、よーいドン。捕まる。次郎さん、次郎さん。冷たい眼差しですよ。いや、お前溶けてんだよ。足ほら、足燃えてる。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 松井、松井つじゃあ第3回戦目、ミノさんとノッテン、よーいスタート。いや、まあ下手に年食ってないんだよ。年齢なんだ、勝因は。こういうルート何千回見てきてるしね。そうっすね。頭に入ってる。入ってたわ、やり方が。うん、体が覚えてた。ブじゃねえ。カリブラでした。はい、では次は鬼ごっこしていきたいと思います。イエーイ。今回はジョージさんにバンナムチームに入っていただいて、バンナムチーム対カリブラさんチームでやっていきたいと思います。今回の鬼ごっこのルールは制限時間1分で、1分終わった時に最後に鬼だったチームの負けとなります。なるほどね。まあまあまあ余裕でしょ。落ちてもいけないんだもんね。そう、落ちたら負けます。負けます。はい、では鬼決めじゃんけんをしていただきましょう。じゃあ負けた人。はい、はい、最初はグッじゃんけんぽい。おいおいおい。こういうの大体言ったもんがそうなんだわ。それではいきます。鬼ごっこ、よーいスタート。これ鬼だから。うわ、そうくる。あえ、ちょっと待って、え、すげえついてくる。あ、一人一緒に。ちょっと待って、ちょっと待って、鬼になったら3秒停止してください。鬼になったら3秒停止だ。3秒停止、じゃあ僕ですね。まあ逃げらんねえじゃん。仲間同士。あいつずるいぞ。暴れ棒。鬼僕っすよね。そうだよ。何戦った。危ねえ。僕復讐しますよ。いけいけいけ、乗れ乗れ乗れ。おい、あいつずるい。溶けた。俺はい、準備です。鬼がマグマ無視してきた。スター状態だったってことだよ。勝てねえやん、そんな。はい、どうやらちょっと不正が
審判これ不正っす破壊神殴ってくんだ、釣り破壊神ですよこれ強いよもんはい、不正だらけだったのでだらけだらけサドンデスとして残り30秒進みたいと思います。じゃあ俺鬼から始めますか。はい、お願いします。はい、位置についてよーい、スタートもう十分もう十分タッチおい、来るな来るな来るなってみなさんあれか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 やばいやばい、こいつなんでここに来たよ。5、4、3、2、1、0ゼロゼロゼロ終わった。はい、ということで刈村さんチーム勝利。最後あれっすよ、ちょっと時間ギリギリのところで僕鬼にルールにのっとってますからはい、終わりです。クレバーなんですよねスーパースローで検証が必要はい、よかったら皆さんも怪我しない程度によかったら遊んでみてください。負けた感想全然言わないですいやいや、もう負けもう何かいろいろルールがもうぐちゃぐちゃだったんでね負けた人よく喋るな、喋んな、ほんとに誰が負けとるって言ってるか、お前ほんとにこれよかったら楽しかったわ、また遊べよ、お前も全然分かんないです。もう本当ないって分かんない。通訳いますか。すいません、通訳の人ははい、今日もバンナム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねまたね足裏ちょいてんだけど